名護市長の戸口武人です。沖縄県から緊急事態宣言が発令されました。現在、新型コロナウイルス感染患者の急激な増加によって、地域医療の崩壊が迫っています。この難局を乗り越えるためには、これまで以上に徹底した感染防止対策が必要です。 人と接する際は、必ずマスクをつけましょう。手洗い・うがいを徹底しましょう。3密を避けましょう。不要不急な外出を自粛し、人と人との接触をできるだけ抑えましょう。医療従事者の皆様やエッセンシャルワーカーの皆様が、昼夜は問わず、 毎日奮闘されていることを私たちは忘れてはいけません今こそ名護市民が一丸となって強い危機感を持ち感染防止対策をしっかりと行うことがわれわれの命と未来を守ることにつながりますどうか市民の皆様のご協力をお願いします みんなで力を合わせ困難を乗り越えてまいりましょう。